なんかどっちかっていうとこうバレイヤージュっぽいパーマかもしれないですね。なんかイメージ的に、まあ、こんなパーマないと思うんですけど。はい、こんにちは、札幌占い美容師サイマーシの後藤です。今回はパーマで、今から1時間半でカットちょっとしてパーマをかけるんですけど、表面の方はかかってるところとかかってないところあるみたいな感じでもいいのかなっていう、間引いてかけるみたいな感じもどうなのかなってちょっと思ってます。正直このもらっていただいた写真のやつが結構パサついてるあのウェーブのスタイルなので、なんかあんまりこう全体にかけたらバサって広がっちゃうのかなって気がして、ちょっと怖いなと。ちょっとイメージにそういうなんかハードなイメージはちょっとあんまり浮かばないからなんかちょっとこの雰囲気をもっとなんかちょっと柔らかい感じで、フォアがこのような感じで、結構履歴をすごい、今この生え変わりの毛が上すごいですね。このような感じで非常にかかりづらい髪質をされて、あ、すいません、ちなみに前髪はあの僕ちょっとここ伸ばしてるってことなんで、ここをつなげたいと思ったんですが、お仕事でちょっとここ切れないってことで、あえて今日はこの前髪はいじらないでこのままにしておきます。なんかこう段入れるのもちょっと怖い気がして、なんかイメージで浮かばないようなこの段入れた感じが、難しいですね。なんかイメージがあったりするとすごいバランス悪くなるんですよ。だから伸ばしてたとしてもここはちょっと少しこう切った方がいいかもしれないですね。はい、今回どういうパーマとかっていうと、ちょっと、ジェル状のパーマ液を使っていきます。でなぜかっていうと、ウィーディングでかけていくから間引いていきたいなと思います。かけたいとこかけたくないとこ、その辺を分けていきたいと思います。はい、まず表面からかけていくんですけど、この辺はどういう風にかけたらいいかなっていうのをイメージ、顔前のところをちょっとストレートに残しつつ、はい、ちょっと時間がないのでまずかけてみます。はい、でパーマ巻くところに薬剤をつけていくんですが、はい、基本中間巻きです。あ、かかんないわこれ。あ、全然かかんないわ。かかんなそう、マジで。はい、ペーパーください。はい、表面逆巻きです。逆巻きにしないと結構ね跡がつきやすいんで。で、今度ですね、はい、次ここに、ストリートの毛も残していきたいので、まあ、どんどんやっていきますね。このような感じに、まあ、ウェービングでかける感じ。はい、ペーパーを押せ。ナイスヘルプですね。美容関係なんですか？全く違う。いや、そう思いました。本当だ。今日温泉行ってきたからもうパワー満タンですよね。はい、で、この辺もね、ここのね、なんていうのかな、すごい細かいこと言うと、この骨格って張るじゃないですか、このちょっと出っ張ってるところ、ここをかけるとボリューム出ちゃうんで、この横をかけます。ここはストレートにして、なるべくね、彼女ボリュームない方がね多分いいと思うんで、ボリュームないけどパーマ感がある感じが、しっかりパーマ感を出してあげた方がなんかすごい清楚な感じがするんで似合うと思うんですね。まあ、実際は清楚かわからないですけど、心の中は。なので一応見た目で、はい、こちら見た目でちょっと判断させていただいて、清楚系なので、ちょっとそういうイメージを崩さないように頑張りたいと思います。皆さん想像してください、ちょっと椅子回すのめんどくさいんで、こっちも今センター巻いてるんですけど、こっち側も、このね出てるところを巻くとボリューム出ちゃうから、そこを避けて巻いてください。でスピード遅い人はやらないでください。練習してからなんかどっちかっていうとこうバレイヤージュっぽいパーマかもしれないですね。なんかイメージ的にちょっと違うけど、そんな感じ、なんかイメージで伝えるとしたらそんな感じ、パーマバージョンのバレイヤージュっぽい感じです。本当はオレンジで巻こうと思ったんですけどね、
全くなんか反応しなそうな毛だったんで、僕も顔周りのところをちょっと、少しですね外してかけてます。はい。そしたら今度はどこにかけていきたいかっていうのをまた落ちたこの位置ですね。はい。でね、後でちょっとやっていくんですけど、徐々にかけていくところを増やしていくんですね。皆さんわかりますか？徐々に増やしていくんです、かけるところ。まさにグラデーションですね。はい、そんな感じです。で、下はもうほぼ全部かけるかなっていう感じ。まあ、こんなパーマないと思うんですけど、で、ここでポイントは、皆さん表面の毛が上にかかってきますよね。そうするとここの毛はあまり見えないと思うんで、まあ中間ぐらいから巻けばいいかなと思います。で、下に関してはもう毛先巻きでいいんで、ちょっと厚いな、厚みがちょっとここ巻こうと思うんだけど厚みが厚いんで2本にします。はい。くるくるってやって止めます。で、シャンプーしてねえじゃんって思うかもしれないですけど、アフターでするので大丈夫です。1時間半でカットカラー、カットパーマ、はい、今日はカット時間はそんなかかんなかったですけど、シャンプーしてる場合じゃないので、浸透率をちゃんと浸透するような薬剤を使っております。薬剤のスペックとかに関しては、まあ、LINE とかでメッセージください。なんでこれ最初につけたとこと後で薬剤つけたとこの差があるので、ちょっと急ぎ目で巻いた方がこういうパターンの時はいいと思います。最初につけておけば平均した何かタイムでいけるんですが、今回はちょっとただ上から巻いてるっていうことで結構早く巻けたりとかするんで、彼女のね顔まで巻いてない理由はなんかやぼったくなりそうなんで後でかけます。で、今度はい、この辺ですね、この辺にちょっとパワーが欲しいなというもうイメージですね。そのイメージのところをかけていきます。はい。結構面白いかな、こういうパワー。結構僕好きなんですけど、これニュアンス系のパワーとかあんまりこういうやり方ないと思いますけど、はい。で、バックに関してはもう毛先巻きでいきます。ここ長さもちょっと短いんで毛先巻きで巻いちゃいます。はい、こんな感じでペタを落とす。はい、どこね、ちょっとペルプが慣れてきた感じですね。もうそろそろ美容師慣れるんじゃないかな。スタッフ募集してるんでお願いします。どうですか？絶対やんない。正社員なので。ああ、副業が認められてないです。副業でもいいんだけど。そうですよね、正社員ですからね、やはりね。土日だけどね。どうですか？サービス業だね。サービス業なの？サービス業って販売してるので。こんにちは。じゃあ一緒じゃないですか。同じような接客業ですか？あ、そうです、接客業。じゃあね、そこ休んで緊張します。絶対しないし絶対しない。アイスが出てくる。やりやすいですね。はい、で、今度メープ巻きます。はい。なんか雰囲気を見ながら、あ、この辺足りないなとかですね、見えてきますから、はい、あ、ちょっとここないなとか、そこをですね、ちょっと巻いていきます。で、基本ダウンシェーブです。はい、ダウンシェーブで巻いていきます。じゃあペーパーです。はい、息を巻きましたね。まあ、ゴム跡つけたくないんで逆巻きしてる感じですかね。で、あんまり上までかけちゃうと、はい、ペーパーお願いします。上までかけちゃうとね、あ、上まで薬つけちゃうとそこが軟化しちゃうから、
はい、で今度ねこのサイドとかの部分を切っていきたいんですが、まあ、基本的に全部巻くんですけど顔周りのところじゃどういう風にしようかなっていう部分ですね。で多少ウェーブ、彼女はウェーブが欲しいと言ってたので、まあ、リバースかな、ダウンシェイプのリバースかなって感じ。ここは中間巻きですね。ちょっと顔周り下なんで下からかけようと思った毛糸もちょっと中間巻きにします。はい、顔周りなんでちょっとウェーブ感ちょっと欲しいっていうことだったのでちょっとウェーブを顔周り出します。毛先だけと思ったけどちょっとねやめました。ちょっとコロコロ変わる。ここはちょっと前にね、こっちの方ちょっと少しかかりづらいんで前にオーバーダイレクションさせてステムをちょっと上げ気味の方がいいかな。ちょっと今髪の毛の返り的にちょっとすごい反発するんでロッドを1個下げます。はい、かかりづらそうな気がするんで、まあ、こういう細かいところをちょっとやってあげるとかかりが均一化してきます。こんな感じに毛先だけにつけて、ここ見えませんから要は毛先しか見えないんでこれ頑張って上まで巻いても意味ないんですけど、巻き込みだけ上までちょっとある程度やって、あ、そう、彼女ね外羽根嫌いらしいからちょっとここ内巻きにしておこうかなと思います。で、このここポイントなんです。これ美容学校生とか美容師の卵の方これ必見です。何かというと髪の毛のパーマのかかりっていうのはブロッキングの大きさじゃなくて毛の本数でかかりが変わります。ですので今これ後ろこういう風に取ってるんですけれども、ここをかけるときに同じ条件でかけたいときは手で持った、まあ、そぎとかもね入ってますが厚みをイメージしてちゃんと厚さがあるのかなっていうのでここでしっかり確認した上で、はい、じゃあちょっとここが多いと思えば逆の方に移植してあげればいいですし、例えばこれもっとマニアックなこと言うと右側がかかりやすづらかったとしたら右側の方がちょっと厚さを薄くしてみたりとかですね、そういう風にしてかけていくと均等にかけることが可能になります。はい、まあ、ぜひちょっと参考のためにやってみてください。はい、テーパーください。で、ここら辺はもう内巻きにするだけなんでここでもうね10ミリで巻きます。多分彼女はかかんないんで毛先で、あとまあここ最後に巻くんでやっぱり結構かかんない可能性があるんでもう10ミリでいっちゃいます。ここに関しては10ミリでもうかけちゃいますね。多分かかんないんで。で、まあちょっと今日まあなんかまったりやってるのでちょっと時間遅いかも、はい、遅いかもしれないですけど若干ちょっとさっき水が止まっちゃったんでなんかまったりになっちゃった。ビルの水が止まってしまってちょっとなんかよくわかんないけどまったりになっちゃいました。で、これで、パーマも終わりかな。あと中間でムササビしてしっかり、中間処理していこうと思うんですが、まあ、ちょっと時間を置かないとダメですね。でですね、まあ、これで巻き終わったんですが今でだいたいここで時間的だと今45分カットしてパーマ巻き終わって、なんでまあ急げば1時間半なのかなっていう感じですけど、はい、でここでね皆さん R ピニングを忘れないでください。はい、放置タイム中 R ピニングでここからちょっとでタオル使ったスチームタオルでちょっと時間を置いて、で顔周りとかは R ピニング忘れないようにしといてください。そうしないと後ついちゃうから。はい、全体に R ピニングをしてネープもねした方がいいですね。ここぐるって1回転させた方がいいので、まあ、これ出てる気はあんまり気にしません。出したら変わらないんでそれかかっても、はい、でこんな感じにやって、はい、 R ピニングが終わりまして、で、タオルですね、ちょっとスチームタオルなんですけどこのままタオルをして、はい、こんな感じでタオルで覆ります。でな、はい、大丈夫ですか水、はい、でこれで終わり、ちょっと時間置きますって感じですね。で、だいたい今からまあこのパーマ液はだと5分から10分でかかる予定なので
それから中間推薦してやれば1時間半余裕って感じですね。まあ二駅タイムしっかり10分置いても間に合うかなと思います。まあギリギリですけどね、ちょっと見たいと思います。非常にかかりづらいのでちょっと難しいかもしれない。お、このぐらいかかってるの皆さん分かりますでしょうか。こんな感じにかかっております。あとは二駅タイムしっかりやっていけばかかるかなっていう気はするんですけど、はい、ここからこれで中間推薦をしていきたいと思います。大丈夫ですか？大丈夫です。はい。